味方量水系分子構造。アックスイコールアキシアルハイイコイキューイコールエクアトリアルハイイシベリー議会点もしくはベリー気候とは特定の気化構造を持つ分子における2つのアキシアルハイイシと2つのエクアトリアルハイイシが入れ替わり結果として異性化を引き起こすような分子振動を言う議会点気候として最も広く受け入れられている PF5 のような三型 両水系分子において最もよく見られるが、四角水型分子でも見られる。1960年に、アール・スティーブン・ベリーに発見され、彼にちなみ命名された。議回転の過程は、二つのアキシャルハイン氏がハサミのように閉じ、間に割り込まれた二つのエクアトリアル元が離れるようにして進行する。アキシャル体とエクアトリアル元体は、同じ角度変化速度で運動する。 これにより、不動はじめを頂点とし振動器を底面とする、四角水系分子構造が生じる。その後、二つの元々エクアトリアル因にあった、排子は180度まで開いて、議会転前のアキシアル軸と直行する、新たなアキシアル因に移動する。PF5 の場合、これを起こすにはおよそ3.6キロカロリー、モルが必要である。このアキシアル排子とエクアトリアル排子との高速な、 入れ替わりにより、低温時もしくは一つ以上の排子が二座排子または多座排子の場合を除いて、構造が決定できなくなり、複雑さを生じる。イフゴなどの四角水系分子におけるベリー議回転は、味方量水系分子における気候を逆にしたような気候で生じる。量水系の繊維状態から始まり、一体のフッ素が三つ目のフッ素とともに、 ハサミの開閉運動を行うことにより分子が振動する。量水系分子における議回転とは異なり、ハサミ運動を活発に行っていない原子及び排位子も議回転の過程に関わる。これらは活発に振動する原子及び排位子の動きに基づいて全体的な調整を行う。しかし、この気化構造においてはおよそ26.7キロカロリー、モルト、 大きなエネルギーが必要となる。ありがとうございます。